皆さんこんにちは、プロゴルファーの鎌田ハニーです。今回は転がすアプローチの練習法についてお話ししたいと思います。アプローチはいろんなシチュエーションが来ると思うのですが、今回みたいにグリーンエッジからピンまで距離があるときは転がしのアプローチをおすすめします。まず転がすアプローチの時のポイント、まずアドレスから説明していきたいと思います。転がすアプローチの場合、ボールはいつもより真ん中より少し右足寄りに構えるのがおすすめです。クラブフェースも少しかぶせ気味に構える方がいいと思います。そしてスイングなんですけども、転がす場合はもうパターを打ってるような感覚でいいです。なので低く上げて低く下ろす、低く上げて低く下ろすっていうイメージで打った方がいいと思います。実際に打ってみたいと思います。ではもう一球打ってみたいと思います。アドレスは真ん中より少し右に取って、いつもよりハンドファーストをきつめにして、スイングは低くパターのようなイメージで打ちます。このように転がすアプローチを覚えておくと大きなミスなくゴルフすることができると思います。ぜひ試してみてください。